皆様こんにちは。アドバンテグエンベディド IoT グループマーケティングのアミです。いよいよ第3回組み込みデザインオンラインフォーラムを開始いたします。今回は医療デバイスがテーマです。医療分野においてアドバンテグは幅広い医療関連機器開発会社のパートナーとして、当社の最先端のコンピューティング製品を提供するとともに、精神的な製品で市場の開拓を目指される医療分野のお客様を積極的にサポートしています。ホームウェビナーではアドバンテグエンベディド IoT グループのメロディ・リンと金子雅人が組み込み業界をリードする強力な製品ポートフォリオを備えたアドバンテグの医療向けソリューションと対して、医療分野において知識が豊富なコンピューターオンモジュールをはじめ、医療用パネル PC、AIO、タブレット PC、内視鏡、超音波検査装置など様々な医療向け製品にご採用いただいている当社の製品をご紹介してまいります。医療分野の製品開発に携わる皆様にはぜひご参考していただきたいと思います。セッション中にご質問またご不明な点などございましたら、画面の右にある操作パネルの質問機能でご質問お願いいたします。会社名は表示されませんのでご安心ください。参加者には抽選で当たる3つの特典を用意しています。 Facebook でイベント情報をシェアいただいた方、およびセミナー終了の後アンケートをご記入いただいた方には抽選で50名様にプレゼントをいたします。ぜひご参加ください。それでは早速プレゼンテーションを開始いたします。 Hello everyone, thank you for joining Advantage Seminar. 本日はご参加いただきありがとうございます。本日は東日本代理店営業部に所属する私金子雅人と、製品担当メロディー・リンがお届けするアドバンテックの医療向けソリューションです。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。本日はグローバルおよび日本国内の医療デバイス市場の動向をご説明し、アドバンテック製品から特に医療向けの組み込み製品ポートフォリオ全体をお客様にご理解いただくため、採用事例を含めてご紹介差し上げます。市場調査により、医療デバイスマーケットは毎年 5% 成長しています。コロナウイルスによる需要の高まりにより、この成長率はさらに高まると考えられております。また今後は高精度の診断装置、遠隔治療診断装置、AI を活用した検査装置、医療ロボットがコロナ後の新状態へと移行される指標を反映して注目を集め、医療のデジタル化が進み、従来の診療・治療体制からの大きな変化は避けられず、それに付随したこれまでにないサービスが今後加速度的に普及することが予想されています。グローバルでの国および地域におけるマーケットサイズはアメリカが最も大きなポーションを占め、その後ヨーロッパ、そして日本へと続きます。国別で見れば日本はアメリカに次いで2位となる非常に大きな市場です。日本の開発者はこれらの国内市場はもとより、アメリカ、そして今後大きな成長を見込む新興国向けに新たな市場を求めています。現在の国内医療機器の市場規模は約3兆円となり、日本の基幹産業の一つともいえる巨大な産業構造を構成しています。しかしながら各機器別に見る視野では、アメリカ系、欧州系のメーカーによる市場占有率が内視鏡以外では過半数を占めている現状です。日本企業は最上位のメーカーで約56億ドルの売り上げとなりますが、グローバルでは18位にとどまり、かつ日本企業は5年間で順位を下げている状況です。内視鏡、注射器や心臓血管カテーテル、CT、MRI、超音波診断装置など、個別製品レベルで見ればグローバル上位のシェアを獲得できているものの、各社のさらなるプレゼンス、ブランド力を向上させるためには製品ラインナップを拡充し、
複数の製品で上位シェアを獲得することが望ましいとされています。また診断機器は技術が成熟し高機能化が進んでいることも多いことから市場拡大につながりにくいという課題を有し、特に CT や MRI の画像診断機器は先進国でほぼ普及しており、更新需要が中心となっていることもあり、同セグメントでビッグ3とされる欧米メーカーでも苦戦している状況です。ただし新興国が高成長していること、コロナ後の医療分野への投資が国内外で進むことを鑑みれば、今後の事業規模を拡大を図るための余地は非常に大きく、それらに貢献できる弊社の製品群も同様に多岐にわたると考えております。以上により、日本企業については事業規模の拡大と特に診断機器メーカーにおけるプロフィット向上が課題であると考えられておりますが、日本企業がグローバル市場におけるプレゼンスをさらに高めていくために求められる製品とスピーディーな市場投入と戦略について、弊社がグローバルで展開しております採用事例から考察していきたいと思います。こちらは弊社で超音波画像診断装置にご採用いただいた一例となります。コンピューターオモジュール SM5898 インテルケーブレーグ接待 CPU 搭載品でコミュニタイプシスベーシックとなり、医療向け以外も非常に多く採用していただいているプラットフォームですが、特に画像診断向けにもフィードするフィーチャーを備えております。弊社を採用いただいたキーポイントはキャリアボードの設計製造へのサポートが挙げられます。インテル CPU はもとより画像解析を行う際に多く用いられている FPGA のサポート開発能力も20年以上医療機器向けのカスタマイズビジネスから蓄積された経験に基づき適切な設計およびアドバイスが可能になります。さらに近年求める CPU を使用した仮想技術を使用されたいお客さん向けにも NVIDIA カードモジュールを合わせた構成で提案を行うことができます。また医療機器では高度なノイズ EMI 対策が必要となりますが、産業用に特化し厳しい使用環境に耐えることを前提とする標準品からのフィードバックでクリティカルな状態に対応することができます。さらにコンピューターモジュールの実体のカスタマイズにも対応しております。バイアス EC ファームウェアのソフトウェアのカスタマイズともより、このような小さい基板では可能性は少ないながら基板の歪みに原因として起きるのストレージダメージを複製るためにストレージゲージの実験を行うことで歪みダメージを考慮した設計となります。またサイズ設計ある組み込み予想でされている場合と熱設計を考慮した標準品のクーラーおよびカスタマーズ品を提供いたします。放熱設計によりお客さんの使用環境での温度対応の担保することとともに、モジュール自体の品質を高めるため拡張温度バージョンのモジュールをも選択いただけ、拡張品については24時間でブレインによりスクリーニングテストを行った上で納品しております。また S 線診断装置にも弊社のコンピューターオンモジュールを採用していただいております。車種の設計のある中で限られたスペースにキャリアボードおよびサマルソリューションを収める必要がありました。弊社ではキャリアボードの設計製造を受け負わせていただくことで、ワンストップソリューションとしてはご満足いただける製品を届くことができます。やはり
お客さんがコンピューターオンモジュールを採用していただいた重要なポイントとしては、スペックがお客さんのご要求の仕様にマッチすることかどうかはもとより、技術のサポートも含めて医療向けの経験をどれだけお備えているかどうかという点もご採用大きなポイントです。特にX-ray 診断装置には放熱の設計、EMI の対策の経験を持ち、アドバンテックのキャピビリティのご評価いただいているお客様が多くいらっしゃいます。弊社でも公務員の製品事業部は40名の体制しております。サマルのソリューションなどのハードウェアだけではなく、ソフトウェアの AE も含めてしております。さらにこれからの人材の拡充もしております。もちろん日本法人でも組組部署だけでも6名の先人の FAE を用意しております。皆様のサポートを行っております。先ほどご紹介した事例にも採用していただいたコンピューターオンモジュール Type-6 ベーシックのロードマップです。インテルの CPU ロードマップに沿って製品化しております。その中に KB レイクはよく売れている世代ですけれども、コーフィーレイクを搭載している SM5899 にもリリースしております。今後はウィスキーレイクも製品化する予定です。次はマザーボードの採用事例です。こちらでは X 線診断装置の事例のように筐体を含めたフルカスタムもサポートしております。標準の筐体も弊社中国クンシャンにある工場で製造しておりますので、少量のカスタムにも対応でき、柔軟性のある製造と設計をご提供することが可能です。他の産業用コンピュータメーカーに真似のできないアドバンテックならではの特徴の一つだと思います。こちらのマザーボード AIMB586 は超音波診断装置でご紹介差し上げたように、豊富な拡張インターフェースを備えることで幅広いアドオンカードに対応いたします。また ESD レベル4の保護と EMC クラス B をサポートする設計により、クリティカルな使用環境下における安全・安定性を高めております。弊社のマザーボードの中でもマイクロ ATX サイズの AIMB586 は効率的かつパワフルなデスクトップ用インテルコア iCPU を搭載し、超音波信号を画像化するための処理を高速かつリアルタイムで計算し解析することができるプラットフォームです。外部 IO では PCIe×16、PCIe×4 を備え、高性能の GPU カードやアナログ・デジタル変換カードをサポートすることで、画像を診断するためのパワフルなグラフィックス性能を提供いたします。通常の ATX 電源だけではなく、カスタマイズで 12V 単一電源をサポート、 BIOS EC ファームウェアのカスタマイズ、 ESD レベル4の保護設計、UL 認証に必要なボム固定などのサービスもご提供することができます。拡張性能とコストパフォーマンスに優れた弊社マイクロ ATX マザーボードは、国内はもとよりグローバルで広く医療向けアプリケーションにご採用いただいております。こちらでご採用いただきましたのはミニ ITX サイズのマザーボード AIMB286 です。こちらはコフィーレイクリフレッシュ世代のデスクトップ CPU を搭載したマザーボードです。第8世代の CPU で MAX 8コマまでをサポートし、3つのギガビットイーサー、マルチプルエクスパンションを備えながら IO 面の全高を最低で20ミリまでに収めることができます。 USB 3.0×4 ポートなど
ハイスピードかつ豊富な IO 群を備えることで、幅広い医療向けアプリケーションに対応いたします。コンパクト設計の医療用アプリケーションの要件を満たすため、アドバンテックの産業用ミニ ITX サイズマザーボードは3つの大きな特徴を持っています。1つ目は薄型かつスリムなデザイン、2つ目は豊富な IO、 これらを使ってさまざまなデバイスを接続していただくことが可能です。3つ目は CPU のパフォーマンス、さらにさまざまなスキューをお選びいただけるフレキシビリティ、デスクトップ向け Core iCPU のコンピューティングパワーと優れたコストパフォーマンス、かつ安定した信頼性の高い製品です。こちらは弊社マザーボード AIMB シリーズのロードマップです。インテル社の CPU ロードマップに従ってミニ ITX、マイクロ ATX サイズの製品をリリースしております。弊社の量産中最新製品はコフィーレイクリフレッシュに対応しておりますが、第10世代次世代の CPU コメットレイクにも対応したミニ ITX AMB277 および287、マイクロ ATX AMB587 のリリースを今後予定しております。最新の CPU を使った弊社アドバンテックマザーボードシリーズ、ぜひこちらをご検討ください。これから鑑定関連診断装置の採用事例をご紹介いたします。これは鑑定カメラの採用事例です。採用していただいたのは Q7 です。 Q7 は 7×7 センチで小さなモジュールです。省電力、メモリ用オンボード、最大は 64GB の eMMC を搭載し、お客さんには効率的なコストパフォーマンスを実現ができ、かつ市場への導入時間を短縮することができます。これは公務員の製品ロードマップです。その中に先ほど紹介した Q7 はアプレイクを搭載した SM の3569です。高型コンピューターモジュールにもスマークサイズの製品をリリースしております。ぜひご検討お願いいたします。実際に弊社シングルボードコンピューターミオシリーズをご使用いただいている事例として、眼底画像診断装置などがございます。弊社シングルボードコンピューターのミオシリーズは、通常シングルボードコンピューターに付属している拡張機能をミオ E エクスパンションモジュールで実現いたします。オンボードコネクタでは足りない USB、シリアル、LAN、キャンバスなど追加可能な標準エクスパンションモジュールとしてご用意し、追加での開発期間を短縮することで、拡張性能の柔軟性と標準品のコストパフォーマンスを両立したモデルです。ただお客様によってはさらに多くの IO が必要になることも多く、当社ではミオエクスパンションモジュールをお客様ごとで簡単に開発できる環境をご用意しております。こちらの事例ではミオ5350とミオ E エクスパンションモジュールをご採用いただきました。12から24V のワイドレンジパワーインプット、-40°から+80°の温度拡張性だけではなく、ファーネス動作という点がご評価いただきました。こちらは弊社製品シングルボードコンピューターの 2.5 インチ、3.5 インチサイズのロードマップです。こちらには記載がございませんが、
PCI-104 規格および5インチクラスのシングルボードコンピューターも合わせてご用意しております。アトムクラスからコア E クラスまで幅広いコンピューティングパワーの CPU をご用意しており、ベイトレイル以降については最大15年間供給できる販売体制を整えております。アドバンテックはアジアで最初のインテルプレミアムパートナーとして強いリレーションシップを有し、新製品も他社に先駆けてのリリースはもちろん、昨今のような供給混乱が発生している時期でも優先的に在庫を割り当てていただけますので、製品自体だけではなく供給性においてもお客様に大きなメリットをご提供することが可能です。引き続き検体検査装置について事例ご紹介いたします。検体検査装置の採用事例です。先ほど紹介した SBC ミオシリーズのハイエンドモデルとなります。採用キーポイントは第7世代 Core-i Kaby Lake i7-7820EQ を搭載し、強力な CPU パワーを持ち続き、MIO-E エスプレンションモデル MIO-E260 で LAN を3つを追加し、実際の空間で最大 USB が10ポート、LAN が4ポートを実現できます。また、信頼性においても2.0 ミリオンの PCB により歪みのダメージリスクを検証する機構を備えております。 SBC だけではなく、産業用タッチパネル IDK112 を採用いただくことで、メモリストレージを含めたワンストップソリューションを提供可能です。コスト減少に貢献できることももちろんのこと、毎日に副賄を行った場合にも構成不細工との切り分けを簡素化いたします。今までは診断装置の採用事例でした。医療デバイス市場の中では診断機器以外にも医療関連装置の大きな市場があります。弊社にも医療関連装置の事例はたくさんございますが、本日いくつか紹介させていただきます。投薬管理のためのナースカートも需要が高まっております。薬剤、患者、投薬者を記録する3点監視による医薬品の種類、容量のミスを防ぐことが主な目的となりますが、患者様の情報を一元的に管理することによって効率の良い看護を実現することを可能にいたします。これらの装置は移動しながら使用することを前提とするため、マザーボードに無線通信機能を持たせることでオンラインでの情報のアップデート及び双方向のインタラクティブ通信を実現することができます。現行 CPU ではウイスキーレイクなどのファーネスサーマルソリューションを備える薄型マザーボードと、日本の無線規格テレックを取得した弊社無線モジュールを組み合わせることで実現できる機能です。こちらの患者介護システムも採用のキーポイントは薄型ミニ ITX です。最新のミニ ITX マザーボードでは IO の全高を20ミリまでに収めた製品もございます。本事例ではヒートスプレッダーを含めて32ミリ程度まで高さを低減することにより、ポータブル機器への組み込みを可能にしています。さらにハードウェアセキュリティ TPM2.0 のチップをオプションで追加実装することも可能です。インテルのロードマップにのっとって弊社では多くのミニ ITX サイズの製品をご用意しております。ぜひご要望があれば弊社営業およびウェブサイトでお問い合わせください。これら医療関連装置でご紹介いたしましたのは、最も消費電力の少ないウルトラモバイルコア ICPU を搭載する AIMB230 シリーズでした。今年はウイスキーレイク AIMB230
233のリリースを予定しております。またこちらのウイスキーレイクではサイズが 170mm×170mm のミニ ITX よりも小さい 112mm×137mm の UTX シリーズもリリースを予定しております。さらに小型化し組み込み性能のアップした弊社新製品もご検討ください。また弊社ではベッドサイド端末や病院案内表示向けに消費電力を抑えた電子ペーパーを使用したディスプレイと多岐にわたるサイズを備えたタッチパネル付き LCD パネルもご用意しております。 e-paper ディスプレイデバイスは病院の診療所および病棟、会議室などはもとより屋外の掲示板などに使用できる高い視認性と優れた視野角が特徴です。 e-paper は表示の変更時のみ電力を消費する駆動方式のため外部からの電力供給を必要とせず電池で動作します。産業用タッチパネル IDS1112 も高視野角かつ鮮明な映像を表示することができる反射防止処理が施されております。高輝度で日光下でも読み取りやすい高視野角、そして鮮明な映像を映し出す光学ボンディングによる耐久性の向上、検査装置に多くご採用いただいております。また通常は 21.5 インチが最大サイズとなりますが、特殊形状のタッチパネルのカスタマイズ対応も可能となっておりますので、医療向け検査装置にも多く採用いただいておる実績を有するこちらの弊社ディスプレイソリューションをぜひご検討ください。またインテル CPU が弊社ビジネスのメインストリームですが、 AMD Ryzen 組み込み V シリーズを搭載したコンピューターオンモジュール Type6 ベーシックサイズの SOM5871 は特にグラフィック性能を同一基盤で実装されたいお客様向けにご用意しております。インテルに比べて採用事例自体はまだ少ないのですが、組み込み市場へ近年アプローチしている AMD はコストパフォーマンスに優れた APU を多くリリースしております。 V1000 シリーズから V2000 シリーズへの組み込みの移行に伴い、弊社の新製品として今後のラインナップに加える予定です。またテレック取得済みの Wi-Fi Bluetooth コンボモジュール EWM-W136、 こちらを M.2 インターフェースを介して配置し、無線でのオンライン接続を可能にいたします。これらの無線モジュールは弊社での製造製品となり、2023年までの長期供給を行います。最後、アドバンテックはなぜ医療デバイスを採用事例が多い理由としては、先ほど紹介した事例の採用キーポイント以外は4つ大きなキーポイントを分けられております。ハードウェア、ソフトウェア、ローカルサポートおよびフルカスタマイズを挙げられます。ハードウェアに関しては冒頭以外にはバックスペース、メモリー、ストレージ、ディスプレイなども用意しております。とても豊富な製品ラインナップを用意しております。またソフトウェアに関してはカスタマイズ、バイオス、EC、API なども対応可能になっております。さらに、ローカルの技術サポート、修理対応なども弊社がサポートになっております。フルカスタマイズにも外観のデザイン、AI、
IoT システムにも対応可能です。こういった特徴を備えている弊社製品およびサポート体制をご評価いただき、各国で医療デバイスに広く採用いただいております。本日ご出席いただいた皆様にも、弊社の製品のご採用および提案を検討いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。本日ご紹介差し上げました製品についてのお問い合わせは、こちらまでご連絡いただけますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上となります。ご覧いただいたウェビナーの操作パネルを閉じると、アンケートのウィンドウが表示されます。質問以外にもセミナーへの詳しく知りたい点など、ご自由にご記入ください。アンケートをご記入いただいた方、および Facebook で本セミナーをシェアいただいた方には、抽選で50名様にプレゼントを用意しております。ぜひご協力をお願いいたします。以上、本日のウェビナーとなりました。次回は8月5日、産業用装置製造業についてセッションを行います。本日はどうもありがとうございました。See you next time!